はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、妖怪ガシャ回したいと思います。一応今はね10連以上で衰退確定ということで、まあ、ただ私はねチケットで回すのでちょっと関係ないんだよな。はい、ちょっともったいない気もするんですが回していきましょう。パンドラ、まあ19日にやっ19日って今回の通常期間って何なんだろうね。まあ24日の超アップにねもう一回やれればなと思ってます。そしてもともとねいる大鬼人はどうなんでしょう。フェスガシャなのか、ピックアップガシャなのかね、ちょっとわかんないけど、攻撃速度速くて揚力めっちゃ高い、回避も高い、そして命中 60% というねかなり優秀ですね。悪い取り付く回避、取り付く延長、風ダメージアップ、吸収ダメージアップ、吸収と風、一冊技が吸収なんだ。なるほど、まあちょっと微妙だな。でバトル開始で超混乱とセミをぶん投げてくるというね。まあ今ね、今のボス超混乱効くので第一形態で多分第二形態も効くんじゃないかな。はい、ドロップ量もアップするのでぜひねゲットしたいかなという感じですね。ドロップアップ、ダメージ軽減か、あそっか、そうだよね、なんだっけ、ダメージアップの極意だもんね、ぶつかり軽減だから。うん、まあ悪い取り付き回避なんだよね。うん、はい、ということで、あ、チケットまだ、そうだ、郵便から取ってない。で、パンドーラが、これ、吸収妖怪だね、これ。うん。ダウン系ですね。なんか、まあ、S ランクでも、まあ、必要ではないって必要ではないね。6700ですね。で、一応、そう、今日のログインで、これでね、チケット。これでガシャ回しますよね。万里の頂上じゃねえ、万里の試練のおかげで本当宝珠がねいいですね。スゴロクもあれでした。で一応大辞典でも見ましょうか。多分揚力ランキングでかなり上位じゃないかな。エルゼミキア、あそっか、まだゲットしてないから出ないんだ。2200だったから、まあ、エルゼミキアの200だからね、まあ、この辺ですね、多分ベスト5ぐらいじゃないのかなと。なんかスケットしないと出てこないんだね。もしくはなんだっけ、模擬戦とかでねゲットしてる人とやるのがいいのかなと思います。はい、じゃあ回していきましょう。討伐戦は今第1形態6ぐらいまでかな。一応戦場になるこんな感じ。あ、必殺ね、何なんだろうね。敵全体のヒットポイント、必中、吸収、風属性、耐性ダウン、超混乱、打ち消し、まあ打ち消しあるとはもう本当大好きなんだけどね。うん、取り付くがね超混乱と睡眠なんで、それが有利な種族へ延長があるみたいだね。うん、でパンドーラもね、まあ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 って感じじゃないですか。はい、じゃあ回しましょうかね。 1.5% 無料ガシャ10連がいまだに当たりが出ないんだけど、はい、0.8、 あ、乗るかするかまだあるんですね。今回は勇ましい系ですね、勇ましい豪傑系ですね。じゃあ行きましょう。ミッション第6セッションなんですね。で、セッション6も終了ですね。こっからは、小成婚だっけ、小成婚。まあでもね、私は3、4、5、6かな。なんかでもな、1回ぐらい、小成婚当てたいけどね。ちょっと4、5、6の時に頑張りたいと思ってます。これでもうすぐ金カップ終わっちゃうんで、それで、ちょっと
残念だけどね。まあいいですいいです。はい、こんな感じですという感じで、結構今回長いんでね、第一形態。あとは、うん、記念コインも回せるね。はい、なんで流玉も選べるし、これでヤメルンジャ先生、今ヤメルンジャ先生今調達してもいいかな。これも突れますね。もうね、この辺交換しちゃった。あとそっか、紹介状もあるんだな。3はゲットして、ラメルンジャ先生とつってもいいけど、まあね、また考えましょう。そしたらガシャでした、ごめんなさい。貸してください。一応無料ガシャ10連のおかげでね、困ったらマイルでね、うまく交換してやりましょう。本当は10連ガシャチケットの方が S ランク確定でパンドーラゲットしやすいんだけど、まあいいや、行きましょう。ダメだ、やっちまった。最近当たんねえな。こういう時のために10連ガシャチケットな、使ってない。まあでもまあ、この前のピックアップでね、アメージングミッチーもゴツも当たったし、いいんじゃないでしょうか。はい。残念な結果でございましたが、まあまた頑張ります。一応毎日フェスガシャもね、半額もやってるんで、ぜひね、フェスガシャ。1.5% だから、6日ぐらい続けたら、ゲットできるのかな。はい、なんかな、うん、ということで2205か、2205だから、さっきのまあゲットしないから出てこないけど、これだね、ふぶき姫サンタと天使シェーマンの映画だから 1,2,3,4,5 6番目のね、エールドの高さですね。この前のフィニアも結構揚力高いし、いいですね。はい、最近の妖怪はみんな強いな。はい、なんでまあ一応今回はね、百鬼彦とピンクエンペラーをね強化したいので、うん、4戦もね、力が強いので、まあ、ぜひね、やっていただきたいと思います。おお、小生闇馬、ここまで来ましたかね。はい、じゃあ、とりあえず今回こんな感じにしましょう。討伐戦、大当たり、ちょっと金貨アップがね、あと4時間で終わってしまうんで、まあ、ちょっと動画アップしてる頃には終わってると思うんですけど、はい、もうちょっと稼いでね、うん。いいね、この辺のコイン軒並み回したいと思います。ただ交換所の方は結構なんて言うんだろう、金貨集めにくいよね。うーん、なんでちょっとこの辺は、いや、なんかこんな 3.5 周年金貨とか欲しいんだけど、全然全く足りない感じなんでね、はい、うん、これもなんとかしたいなと思ってます。紹介所は割とゲットしやすいんだけどね。うん、はい、ちょっとね、第一形態でも使ってるし、今回第一形態まだね、もうちょっと長いんで、ゲットしちゃいます。流玉ね。うん、そんで、やめるんじゃ先生ね。これだね。まあ、1,2,3 ってまだ使ってないんだけどね、小成功ぶっ込み待ちだから。はい、ただね、やめるね先生はゲット
としちゃいます。OK。うん。これで。うん、これで超やめるんじゃ、やめるんじゃ、超発達ですね。はい、まあ一応ミストシャドウはね超充達させてんだけど、うん、やめるんじゃ先生はこれでね超発達です。あ、そうだ、カイラまだゲットしてないんだけどね、まああんまり使い道がないんでね、ミストシャドウは9400ですね。はい、今回のでも陽線だっけ、あいつは1500だからだいぶイベント妖怪も出世してきましたよね。まああとはねちょっと百鬼彦とピンクエンペラーね、こいつを調達したいなと思ってるんですけど、やめるんじゃ先生もね早く超10突、まあ今期中次でもいいかな、うん、まだ流玉なんかそんなに難しくなくゲットできるんでね、はい、揚力これで2000超えしてさらにね手持ちナンバーワンにしたいと。いやー9000超えがこれで9000超えましたね。ということで9000超えが3体目か、うん、まあ多分おそらくもうすぐウィスパーもね、最高戦力確か9000なんで、もうすぐウィスパーも9000になると思うんですけど、はい、3体目のね、9000超えということで、まあ、メルンダ先生でした。まあ調達させるとねとにかく強いんでガシガシねやりたいと思います。はい、経験値玉ぶっこんじゃいましょう。これで100だね、9102まで行きました。まあ超サボりね、睡眠か、打ち消しアリーノ、まあでもまあ元祖睡眠王ですかね。揚力も2000に到達しました。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。お350回引いたんで、こっちのねあれ前だからそろそろね 3.5 周年の方行きたいですね。まあちょっとウィスパーがね35回プレゼントだから、あと6日ぐらい、あと6日ぐらいはちょっと引けないかなって感じで、ログインボーナス、あ、これはウィスパー来たのか。うん、ログインボーナスでそろそろ 3.5 周年ガシャがあるんで、そうですね、明日、明後日、しあさってですね、しあさって、このコイン回せるの楽しみにしたいと思います。まあそういう意味だとね、もう毎日、調整ゲットできる感じで嬉しいですね。ちょっとこのガシャは、うん、また超アップの時にね、はい、回したいなと思います。残念でした。はい、じゃあすいません、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、うん、まあ当時は2000はキープしたいなと思ってやっていく予定です。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。結構当たんねえな。そうだ、食コインが増えてくるね。